須藤元気さんえこんにちは須藤元気ですえ本日は食品ロスとフードバンクの問題について質問させていただきますえまず食品ロス問題ですが sdgs において食料廃棄の削減目標が明記されたことなどから日本だけでなく世界中で取り組みが進んでおりますえ例えば隣の国韓国ではえ食品ロスの問題が随分と前からあ,あったと聞いております 韓国にパンちゃん文化というものがありますまあ、キムチやナムルあの卵焼きだったり突き出しみたいものが最初に出てきますしかしあの突き出しは食べ残しが多くかなりの食品ロスがあるそうですそこで国が模範飲食店制度を策定しパンちゃんからビュッフェ形式に変更が促進されました認定されればいろいろな優遇措置がありソウル市は 年年の導入後約6年で食品ロスが50減少したと言います次に欧米に目を向けてみますと同じくフードロスの問題がありますがもともとドギーバッグという習慣がありますご存知ですかねドギーバッグ私が初めてこの言葉を聞いたのは20年前ロサンゼルスで格闘技留学をしていたときですアメリカ人のルームメイトとレストランに行ったときに 食事終わりに彼が、can I have a doggy b a と、えー、店員さんに言いました、えー。何のことかよく分からなかったんですが、えー、店員さんが持ってきたのは、食べ残したものを持ち帰るパックでした。えーまあ、食べ残したものを飼い犬のために持ち帰るという建前で、ドギーバッグ、まあ、犬のバッグって言うんだよと教えてくれました。えー、アメリカではハイクラスなレストランでも、まあ、そこそこ残すと、えー、必,ず必ずかな、まあ、大抵、持ち帰れますかっていうふうに聞いてきます。 このドギーバッグの文化は、フードロス削減への貢献も期待できますが、日本ではあまり浸透していないように感じます。いや、しかし、昨年、農水省でニュードギーバッグアイデアコンテストを行ったりと、日本でも取り組みが始まっております。そして令和元年10月より施行された食品ロス削減の総合的な推進を目的とする食品ロス削減推進法ができました。 まずそういった動きがある中で、現在の食品廃棄ロスの発生状況はどうなっているのか、教えてください大田局長。お答えをいたします。えー、本日、たまたま本日でございますけれども、平成30年度の数値を公表したところでございます。30年度の食品ロス量は600万トンとなっておりまして、前年度から12万トン減少しております。でこのうち食品産業から発生した 事業系の食品ロスこれはあの324万トン家庭から発生した家庭系の食品ロス276万トンとなっております。農林水産省におきましては、事業系の食品ロスにつきまして、2030年度までに2000年度比で半減させる目標を設定し、関係省庁と連携しながら目標達成に向けた取り組みを推進しているところでございます。須藤元気さん。 はいえー、まあ今年今日ちょうど出たということで、まあ、600万トンですが、えー、世界全体の食料援助量は、えー、2014年ですが、約320万トンです。やはりそれを考えると、日本国内の食品ロスが、えー、多すぎると言わざるを得ません、えー。ではなぜこんなに多くの食品ロスが排出されるのでしょうか、えー、その原因は様々ですが、食品流通業界の習慣である。 3分の1ルールが要因の一つとされていると、フードバンクの関係者からお話を聞きました。3分の1ルールとは、メーカーからお店の棚に並ぶまでの期限は、製造日から賞味期限までの期間を3分の1までとするルールです。例えば、賞味期限が3か月とすると、1か月以内に棚に並べなければいけません。また、販売期限ですが、製造日から賞味期限まで3分の2までとされ、 その期間を過ぎると、賞味期限内であっても、店頭から撤去され、返品や廃棄されるのが一般的です。海外でもこのような納品期限は存在していますが、アメリカでは2分の1、フランス、イタリア、ベルギーは3分の2、イギリスでは4分の3となっております。 国際的に見ても日本の3分の1は短いと言えるのではないでしょうか国としてこの納品期限のルールを緩和するよう推進していくべきだと思いますがいかがでしょうか太田局長お答えをいたします今委員おっしゃったように日本ではいわゆる3分の1ルールと言われる消習慣がございますで一方アメリカにおきましては消費者が消費者が 納品期限2分の1となっている例が一般であると承知をしておりますけれども、これはあのアメリカでは消費者が賞味期限間近の食品であっても購入をためらわないという傾向があります、また一般に小売店において、賞味期限まで販売が行われているということが背景にあるというふうに考えております。農林水産省におきましては食食品品製造業等からののロスの発生を 発生を削減をするという観点から小売事業者に納品期限の緩和の働きかけを行っております令和2年10月時点で142の事業者が納品期限の緩和に取り組んでいるところでございますまた消費者にも賞味期限の意味を正しく理解していただくために小売店舗で使用できるポスターを 小売事業者に提供するなど、消費者啓発の取り組みも行っております。納品期限を緩和した場合、小売業者の販売期限が短くなるため、売上げの減収や小売店からの食品ロスの発生を招く恐れもあります。このため、小売業者および消費者の理解、協力を得ながら取り組みを広げていくことが重要と考えているところでございます。須藤元気さん はいえまあ、スーパーとかであの閉店時間が近くなると、お魚とかなんか割引しますよね、まああのーまあ、ぜひ3分の、まああのーぜ、廃棄してしまうなら、まあ、売ってしまおうということでえ、ぜひ3分の1ルールから漏れた食品を同じように、まあ、割引をするなどとして、えまあ、食品ロスを減らしていただければと思います。えでは次に、食品ロスの問題につながっているフードバンクの、えー、について質問いたします。 今回のコロナ禍では飲食店が厳しい状況に置かれていることがクローズアップされている一方でコロナ弱者の姿も多く報じられていますまあ事情ではどうにもできない状況が続く中最終的には生活保護という仕組みがあると菅総理は発言されましたまあおっしゃることはわかるんですが最近男は辛いおシリーズを見ている私としては総理それを言っちゃおしめようという気持ちでございます 現在は生活保護の申請方法が以前に比べて緩くなったとはいえ、もらわずに踏ん張っている人たちがたくさんいるという現実にも目を向けるべきだと思います。先月、一人親の子育て世代に対する特別給付金の3度目の支給が行われることが決定しましたが、一人親世帯ではないですが、収入が減って困っている人たちもたくさんいるのも事実であります。 昨年3月、農水省は新型コロナの拡大に伴い、フードバンクの情報を集約し、ホームページ上で発信する取り組みを始めるとともに、フードバンク活用の促進対策を行いました。そして新たに、食品受け入れ能力向上緊急支援事業として、今月7日から事業者の公募が開始されております。この事業について、具体的な内容とこれまで行われてきた事業の違いをお聞かせください。 大田局長お答えをいたします、えー、農林水産省におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、3月16日に取りまとめられました、非正規雇用労働者等に対する緊急支援策に基づきまして、フードバンクに対して食品の受け入れ、 提供をを拡大すすするるるために必要ととなる経費のの支援を行っていいいこころでございますこの事業でごござざまま業従来の事業では、寄付を受けた食品の一時保管用の倉庫、あるいは運搬用車両等の賃借料につきましては、補助率2分の1としていたところを、今回は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急対策として、10分の10で支援を行うとともに、 また事業実施主体につきましても、従来事業では設立3年以内の団体としておりましたけれども、この事業ではすべてのフードバンクを対象とするとしたところでございます。本事業を全国のフードバンクにしっかりと周知をいたしまして、広く活用いただけるように努めてまいります。元気さんはいありがとうございます、えー、まあ今回は 全ての団体が対象となるということで今後も措置の強化を図っていただきたいですえ、まあ、フードバンクは基本ボランティアで成り立っておりますえ、コロナの影響により食品がフードバンクに大量に持ち込まれることが多くなる中感染防止のためボランティアの人数を制限したことから対応ができなくなるところもありましたえ、食品提供を断らなくてはいけない団体もある一方で 配布したくても配るものがなくなる団体もあるのが現実のようです実は私も東日本大震災の時自分で We a r e all o n e というボランティアチームを作り半年間活動をしていましたが同じような経験をしました震災の3週間後4月1日からボランティア活動を始めたんですがその頃はまだ全国から食べ物が大量に集まっておりました しかし、需給バランスが崩れており、賞味期限が切れかけたパンやおにぎりが、ボランティアチーム、私のボランティアチームにも毎日段ボールで大量に回ってくるという状況でした。ボランティアチームを含めても消化しきれないくらいでした。逆に私のチームも始めたばかりは全然うまくいかないことだらけで、一番最初に用意したのは、 トラックで7トンの水とドラム缶10個と薪を運んで、ドラム缶風呂を作ることでした。まあ、お風呂好きの私としては、被災者の方にお風呂に入ってもらいたいと思い、えー、したんですが、まあ、しかし、早速このドラム缶風呂を設置をしたんですが、薪だと全然火力が足りなくてですね、お湯が沸かないというアクシデントが起きました。<laughs> 結局入れるるくらいのの温度になるのにな、まあ、半日以上かかり えー、そして、えー、自衛隊がお風呂自衛隊が作ったお風呂が近くにあるという情報を、えー、その場で、えー、知りまして、えー、恥ずかしながら私のお風呂プロジェクトは、えー、初日で終わりました、はいまあ、そんなあちょっと落胆している私の前に長い行列ができまして、えー、まなぜそうなかったと言いますとあの断水していたのであの。 その7トンの水を分けてくれということで住民の方がすごく来てくれまして本当に無駄にならなくてよかったです。まあ実はプラン B としてこういうシチュエーションも考えていたとえまあ来ていたメンバーに私は嘘をついたことをまあここで懺悔いたします。えまあこの私の失敗のようにまあボランティアではまあミスマッチというものがえ起こりえます。えちなみにちょっとまたさっきのお話ですけど結局求められていたのは泥かきでした。 で泥かきをやったんですが、結局、泥を入れる土の袋が足りないという、まあ、現場になりまして、まあ、まさしくなんか事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだと、まあ、踊る大捜査線でそういうメゼリフがありますけれども、まさしくその状況でした。もちろん最近では、スマホやタブレットでうまく情報共有をしている地域もある一方で、今でも手作業で食品を必要としている人たちに配布している地域も少なくありません。 食品を必要とする人たちに公平に行き届くようにするためには、こうした課題の解決に向けたフードバンクでの食品不足やミスマッチという課題の解決に向けた国の支援と連携が必要です。少しし話は長くなりましたがが、まあ、そこで政府が大型冷凍冷凍蔵設備を 確保し、長期保存ができるシステムなどの基盤を作り、アプリなどで一括管理をすれば、その地域ごとに在庫量を把握することも可能となります。そのことは食品ロス削減推進法の趣旨にも合うと考えますが、農水省のご見解を伺います。宮内副大臣、お答えをいたします。我が国ではですね、やっぱフードバンク活動がようやく広がり始めた。 ととといいうことだと思いますまた、設立して間もない団体が多いこともありましてです、ね、取り扱い量が少ない小規模な団体が多いというのが実情であるというふうに認識をいたしております。まあ、政府主導で大型冷蔵設備を整備すべきというの,をあの先生のご提案でございますけれども、まあ、多種多様な職員を受け入れましてです、ね、適切に管理、保管し、ニーズに対応して職員を配送できるようにする必要があることやですね、 設備の維持、運営に必要な人材資金を確保する必要もあると、また、えー、賞味期限間近の食品の取り扱いも多くてです、ね、食品の事故が発生した際の体制を整備する必要もあるということ等の課題もあるというふうに認識してまして、ハード面、システム面の対応にとどまらないため、大規模な施設で一,回一括で管理するよりもです、ね、現在、地域で活動しているフードバンクによる きめ細やかな食材提供の取り組みを拡大していくことの方が現在のところは望ましいのではないかというふうに考えているところでございます。まあ、このため農水省におきましては、まずはフードバンクの体制強化の体制や機能の強化による職員受け入れ能力の向上に取り組んでおりまして、食品の受け入れや提供を拡大するための経費の支援や 先ほども説明させていただきましたが、また食品の品質管理やトレーサビリティに関するフードバンクの適切な運営を進めるための手引きの作成、あるいは食品、ね、企業と食品を必要としている人、施設とのマッチング機能の強化、まあ、アプリの作成などを考えており、等を進めているところでございます。引き続きこれらの取り組みを推進してまいりたいというふうに考えているところでございます須藤元気さん、はい、えありがとうございます。 フードバンクのこのインフラ整備、食品の確保、運搬、配布能力といった団体用基盤整備が必要であり、個々のフードバンクの活動規模を拡大するため、提供元である食品企業などとの連携の拡大が求められています。フードバンクのシステムの構築については、コロナの拡大が収束したからといって、終わらせるべきではありません。 しっかりとした体制を平時から構築しておくことにより、食品ロス削減への対応のみならず、非常事態が生じた場合における生活困窮者を助けることができると思います。まあ、次元的な支援ではなく、恒久的な制度として、フードバンクを支える仕組みを、仕組み作りを前向きに検討するべきと思いますが、野上大臣のご見解をお伺いします。野上大臣 あのこのフードバンク活動はですね食品ロスの観点からもあの極めて重要でありますし、コロナの影響によって生活困窮者支援等のですね観点からもその役割、ますます高まっていると思います。あの今般そういうい観点で,ですね緊急対策として 食品の受け入れ、提供の拡大に取り組むフードバンクへの支援を行っているところであります。あの一方であの農林水産省におきましては、この全国のフードバンク活動の農林水産省ホームページでの情報発信です。とか。 あるいはフードバンクと企業自治体との意見交換会の開催等を通じた、そのフードバンクの認知度の,ですねあの向上を図るとともに、企業から食品の情報提供と、子ども食堂からの需要情報ですね、この提供情報と需要情報、これを一元的に管理できるマッチングシステムを開発をしまして、アプリ等で提供する取り組みの実証、構築をしていたしております。またあのフードバンク活動における食品の輸送 保管費への支援と今実施しているところでありますが、あの今後ともこうした施策をですね、あのしっかりと実施をしてフードバンク活動を推進してまいりたいと考えております。須藤元気さん。はい、えー、ありがとうございます。今大臣はあのまあ、ホームページとかま作ったり、まあ、あと認知度を高めるということですが、やはり僕もフードバンクの話をして。 やっぱりこの業界の人はもちろん知ってますけれども、友達とかで知っている人がまあほとんどいないという状況です。やはり知っていたらやっぱり持っていくと思うんですよね、食品とか。ぜひそのやはり認知度、まあ、プロモーションをしっかりしていただければと思います。え、まあ、こういったまあ、私のもっと We are all one、え、まあ、私たちは全て一つというのをまあ、もう格闘家時代から掲げております。まあ、誰一人置き去りにしない、まあ、社会づくりのためにも。 このフードバンク大切な存在だと思っておりますえ、ぜひしっかりとえ、取り組んでいただければと思いますえ、少し早いですが私の質問を終わりにしますありがとうございました本日の調査はこの程度にとどめます次に蓄舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案を議題といたします政府から趣旨説明を聴取いたします野上